はい、どうも。2018年の3月の、12日、朝の9時8分です。よろしくお願いします。ハートありがとう。お疲れ様です。ダミアさんいらっしゃい。お疲れっすー。おい、アンコロ肉まんありがとう。高谷さんおはようございます。パンダーさんおはよう。カイホーおはよう。ういっす。梅さんお疲れっす。バガーありがとう。アイテムありがとう。あ、バガーありがとう。はい、ワドツ。はい、お疲れっす。アイテムありがとうね、みんな。無料アイテム配られてるんで。部屋汚くなってるね。うん。いや、全然片してないよ。お疲れっすー。お疲れっすー。肉まんありがとう。アイテムありがとう。三国志アイテムありがとう。無料アイテムでね、三国志のアイテムあるんで、もしよかったら投げてください。みんなありがとう。髪型変えたっつうか、オールバックにしてるだけだね。うん。みんないらっしゃい。お、レアが出た。ありがとう。あ、ありがとう。パフェありがとう。アイテムありがとう。パフェありがとう。あ、ストレス溜まるなぁ。三国志って1位以外、あ、わかんないわ、ちょっと。おはよう。おはようございます。肉まんありがとう。ほとんどそうだね、27時間ぐらい寝て、24時間ぐらい起きて、27時間寝て、で、今ずーっと、もう放送何時間ぐらいやってんだろうな。2時間、3時間、4時間、5時間、5時間プラス、9時間ぐらいやってんのかな。ずーっと放送やってるね、9時間ぐらい。結構9時間ぐらい喋ってるかな。そんな感じだね。アイテムありがとね、みんな。無料アイテムぜひ投げてください。肉まんとね、三国志のアイテム、無料アイテム配られてるんで、もしよかったら。トータル花火どれくらいだろう、わかんないな。数えてね。いや、疲れるでしょ、本当に。コラボ枠で相手からコラボ落ちるとずーっとくるくる。そうなんだよね。相手がから切られると、その、パツって落ちるから、こっち側で切るようにしないとダメみたいね。なんでかわかんないんだよね。マンスリーどんな感じ？今マンスリーランキング100何位だよね。100何位だった？ 110 何位だね。42位からだいぶ落ちちゃったね。113位。113位だね。フォローありがとう。フォローありがとうございます。
頭がいいとか悪いとかじゃん。ただただ不快だったね。ただただ不快だった。いらっしゃい。わあ、9時間飯食ってなかったらそれ腹減るよな。腹減ったよ。13万ぐらいって何？何が13万なの？いや、昨日買ってきた。いいでしょ。昨日ね、中野ブロードウェイで買ってきたんだよね。だ、細かいディティールはちょっとね、UFO キャッチャーの景品だからあれだけど、まあ悪くないなと思って、つい買っちゃったよね。これ買っちゃうでしょ、男の子ならわかるでしょ。いいでしょ。800円だったね、中野ブロードウェイで800円で売ってた。いいよね、これは買いだわ。いいでしょ。ポイントの半分が手に入る。ああ、そういうことか。いや、人の給料計算やめてよ。なんか金の話すんの嫌なんだよ。なんかね、だんだん分かってきた。もう金の話、意味ね。昔太ってた時と食事量変わってる。格闘技のみでやってたの。空量は3倍ぐらいに増やしてるかな、格闘技始めてから。だから、びっくりしてるね。体重上がってるのに痩せた痩せたって言われてるから。昨日のあれは知らない。わかんないよく。ブロードウェイ行ってきたね、中野。そうだね、部屋片してね、ちゃんと飾りたいね。キラーマシンって名前がかっこいいよな。ネーミングセンスよ、キラーマシンの。あ、いい、興味ない。いやよ、いい。普通に関心が湧かないし、面白くない人追っかけるつもりもないし、見るつもりもない。そうだね、コラボ枠は、その画質は落ちちゃうね。最近ジム行ってないね。お腹壊したから行ってない。そろそろ通わないとね。ポチ M とぶん殴り合いするから。試合前に試合組んじゃったかんね。匠さん来る、来る来る。匠さん来るよ。チケット手に入ったって言ってたから。おい、ワード2、そうそう、おはよう。ネタ？何、ネタやろうって。俺、関西弁がよくわかんないよね。ネタやろう。寝てないよ。捨て頃来ますか？さっきも説明したけど、匠さんは捨て頃来るよ。
部屋汚いね。いや、誰が来るか分かんないよ。分かんない。髪の毛まだ赤くしてないね。こっちが赤くしたいけど。めんどくさくてやってないな、まだ。てか最近夜中起きてること多いから、起きたらジム閉まってるしな、朝行ってないし、生活リズム変えないとな。アイテムありがとう。おはよう。そっか、今だ朝の9時か。夜中の12時から始めたからそれくらいか。飯何食おっかな。受け答えっていうかね、俺はね、もうね、同じ質問来るのが嫌になってるっていうかね、っていうか、大体1日で質問がループするのよ。大体その日の話題をずっと聞かれるから、ちょっとシカトするぐらいになってきたかな。っていうかね、昔はね、コメント全部拾ってたの。一言一句全部拾って答えてたんだけど、最近ね、それだと配信が成り立たないなと思って、拾いたいコメントだけ拾うようにしてるね。鳥は大丈夫だよ。いやいや、会場すごい応援してくれるよ。みんなすっげえ、ワドワドって。意外と応援してくれる人多いなと思ってびっくりしたもん。すごかったよ。会場。写真撮ってくださいっていうのも結構多かった。多分一番多かったんじゃないの？ネタとかじゃなくて。並んでたかんね、みんな。意外と人気あるじゃんと思って。びっくりしたもん。列ができてたかんね。ぐわーっと。お疲れ様です。あ、どうも。どうもっす。イケメン配信者です。ジョージ・クルーニーさんいらっしゃい。あ、どうも。マサユキ・クルーニーです。マサイ・クルーニーさん。どうすか、はい。最近。ぼちぼちやってますよ。おそれで、ー。はい。はい。ちょっと、何の枠の空気も読まずに上がっちゃったんですはいはいはい。が、和道さんっていうの、名前、普通、いや、和道っすよ、和道っす、はい。和道でいいの？和はい道はさんさ、聞きたいけど、配信の世界に身を置く者として、い。はい。はい。その、アイテム課金って重要だよね。まあまあ、はい。で、俺も、今は、前は、直接に、銀行口座に入金して、応援してもらうこともあったんですが、はい。最近はもうふわっちのアイテム課金一本にしてるんですね。おうほうほう。はいはいそこで、ただパーセンテージがだいたい半分ぐらい取られちゃうと。そうっすね。ね。僕たちのお上といえばふわっち運営さんなんで、うん。ね。まあ、そのくらいが妥当かなとも思うし、ちょっと、もうちょっと、利幅を配信者側に振ってくれたら嬉しいなと思いながらも、日々配信を続けてるんですが、できることなら、YouTube ライブのようにね、登録者数が増えて、そこで投げてるくれる課金に関しては100%？ YouTube ライブ70%っすよ、今。70%になったの？っていうか、もともと70%っすね、初めっから。俺誰かに、2、3人の人に、YouTube のスーパーチャットっていうやつに関してはって教わった。それ間違いですか？いや、最初は100%って言ってたんですよ、Google はい。側も。
ただ100%だと相続税になるらしくて、日本の法律だと。かえってユーチューバーに迷惑かけるっていうことで、利益が上がるようにしますっていう最小限。それで7割になりました。素晴らしい。なるほどね。はい。税務上の関係ですね。ほんでね、和道さんにちょっと質問したいんですが、最近ツイキャスもそのなんとかっていうシステムを入れて、リスナーさんからその支援をしてもらう、まあ新しい形でこう、提案をしてきてるんですけど、和道さんが考えるに、リスナーさんの支援あってこその配信者なんですが、今、ベストな形をとっている配信サイトってどこで、和道さんから見て、もっともっとそういうね、ふわっちだとか、キャスだとか、YouTube だとかっていうことよりも、こういう要素を取り入れてくれる配信サイトがあったらな、みたいな要望みたいなのありますか？なるほど。現状僕はふわっちが最強だと思ってるから、まずふわっちをやっています。で、ただ配信サイトとしてまだまだ伸びしろがあると思っていて、そうですね。まずフォロワー限定放送を取り入れること。で、アイテム拡散機能。花火が上がったら他の枠に、要はどこどこで花火上がってますっていう。で、トップページに戻るボタン、枠の取り直しがツイキャスみたいに待ってるだけで勝手に、なる。で、コラボ放送のサーバーの強化。で、シェアはツイッターとフェイスブックだけじゃなくて、URL とか LINE のタイムライン。で、サーバーの強化。で、通常枠でもキツネコメントが打てる。で、過去放送のタイムシフトに関してはコメントが時間軸で流れる。で、配信外でアイテムを受け取れる。で、あとは、キャスでいう闇投げですよね。そうです、そうです。っていう要素があったら、ふわっちは最強になるっていうふうな結論ですね。そこの部分はすごい面白いですね。和藤さん、自慢じゃないけど、僕、ふわっちの中で一番ね、配信が多い配信者だと自負してるんですよ。なるほど。ほん素晴らで、しい。ただ面白いことに、寝て起きたら花火が80発上がってたなんていう経験もあるんですね。すごいですね。お金持ちって割とこう、なんていうのか、気分屋っていうかね、こう、面白おかしく花火を投げたいなっていうそうです人がね。多いんでね。多いです、多いです。で、今言って、もう5つも6つも和道さんがこうポン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 って言ってね、なるほどな、なるほどなっていうのばっかりね、今、自分がその処理するのが追いつかないぐらいなんですが、やっぱそうですよね。俺もね、はっきり言って、うなちゃんマンがツイキャスからふわっちに移行するのが決定したんだよっていうのを聞いて、ふわっちというね、サイトに興味を持ったんですね。その直後に僕がツイキャスを A 版になってしまったんで、なるほど。で、同じ配信仲間の里丸、ね、北海道にいる配信者なんですが、その人なんかの誘いや、まあ、ナイトっていうやつもいるんですけど、ナイもうツさん。今は、ふわっちだよ、ふわっちだよっていうふうに聞いたんでね、まあ、本拠地というかね、それをふわっちに決めたんですけど、和道さん自身が思うに、そのふわっちの半額、1000円、1080円課金してくれたら500円手元に 残るっていうこと自体に関して不満はないですか？ないですね。ないけないど、の？ないです。ただなんでかっていうと、これ仕組みをみんな知らないからなんですよ。会社経営やったり、サーバーとか、サーバーじゃない、IT 系だったら分かるんですけど、アップルに30%取られるんですよ。Android とか、携帯。だから、で、広告費とか考えると、ふわっちが実質運営費として取ってるの10%なんですよ。半分って言って、半分運営に取られてるっていうのが、どうなのか。で、花火とかって、ウェブサイトで買うと、10個買うと2個ついてくるとか、8900そうです円とかね。やってますよね。で、それ考えると6割なんですよ。あれなんでできるかっていうと、アップルに権利取られないからなんですよ。なるほどね。だから頑張ってるなっていう印象ですね。購入する経緯をきちっとその、ふわっち運営さんを考慮した買い方をしてあげると、
お買いそう得でにす。なるって。ああ、ななれるまほす。どね。6割投げられるんで。だから僕は、上さんに半分じゃないよって、8割とか65%とか来てるんだよっていうことをちゃんと説明してますね。それともう一つ、僕は疑惑の中で、花火投げろバカ野郎この野郎って普通に言っちゃうんですけど、そういう発言に関しては、ハルさんどう思いますか？恐喝だろ、それってよく言われちゃうんですけど。恐喝か。いや、別に投げろっていうのはいいんですけど、僕は、なんだろうな。パフォーマンスを先にして、後から受け取るもんだっていう、要は、吉野家なのか、松屋なのか、すき家なのかっていう問題で、先に牛丼出すのか、先に金受け取るのかっていう話になってくるんなるほですどよ。で、ね。僕は、帰る時に金払ってもらいたいタイプなんですよね。それだと無銭飲食されるいや、され怖てまさすがよ。ないですか？されてます、されてます。だから僕は多分、ふわっちの中で一番無銭飲食が多いと思ってますもん。だから、気持ちはわかりますね。先に金、もう職権システムに変えたいっていうのは。そうででもすよまね。あまあ、無銭飲食ありきの店なんで僕は。この前もね、リスナーさんにパチンコ店に行って、ね、パチンコ店に着いたら花火30発投げてあげるよって実際言ったんですよ。行ってな、花火投げてくれるのかな。でも着いちゃった以上は、ね、7000円ポッケに入ってたんですが、全部お金を使ってしまって帰ってきて、結局一発ももらえず、悲しい思いをしたんですね。これは悲しいですね。ですから、僕はよく言うのは、前払いしてくださいねって。でも、リスナーさんはそのこと自体もパフォーマンスね、リスナーさんの楽しみ方の一つっていうふうに捉えてるわけじゃないですか。騙されるお前が悪いじゃんって。ね。だから、なかなかリスナーさんが考える楽しみと、配信者が考えてる楽しみって、ちょっとずれがありますよね。ありますよね。僕はどちらかというと自分で思うには花火上がんない方が美味しい系配信者の一人ではあると思ってるんですよ。だから、投げるタイミングリスナーさんが難しいだろうなっていうので、すごく頭を悩んでますね。マドンさんはどういうタイミングで花火が欲しいと思ってるか知らないですけど、僕はね、花火ちょうだいって言ったら上がる配信者になりたいんですよ。なるほど。ちょっとだっ言ってて、みてください。どんな感じで言うんですか？例えば、正行帰るボケって書いてるやつがいるとするんじゃないですか。おめえうるせえよって。ほうほね、うほう。お前帰るボケじゃねえだろって。和道さんが許可してるから俺がコラボに上がらせていただいて、普通の会話をしてるだけだよね。であるにもかかわらず、あなたが帰るボケっていうだけの理由を教えてもらえますか？ね、そんだけ上から目線で言えるなら、きちっとした理由があって、もちろん言ってるんだよね。だったら、今ここで、今何人？ 300 人近い人が見てるんだから、どうぞ、ポさんがね、その理由言ってくださいと。もし言えないんであるならば、ね、その責任を取ってくださいよって。まあ、花火をね、今すぐ投げろとは言わないけど、ね、僕と和道さんに、のね、楽しい会話を遮ってまであなた僕に落ちろって言ったんだよね。だったら花火投げても全然、なんていうのかな、お長かくしなないっすことでか？はない。花火くださいの前振りめちゃめちゃ長くないっすか？じゃあうるせえから投げろボケ、これでいいっすか？ なるほど。何でもいいっすよ、理由は。なるほど。俺はもう完全に難癖つけて花火を投げるだけの理由にしてるだけですなから。るほど、なるほど。そういうやり方なんですね。アンチがいるじゃないですか、確実に。だったらおめえ花火投げろよって。そんな偉そうなこと言うんだったら花火投げろよって。すごい。ポさん、ありがとうございます。素晴らしやい。るね、そのエコー。いいね。ありがすとうごございいでますす。ね。やっぱり、ジェダイさんクラスになると、大花何す火か一それ、ク発。ラスとかやめてくださいいよ。やいや、だって、この、なんつうんですか、トークで、いや、花火上がったんですごいなと思って。今の何、花火1個ですごいなって思えるんですか？いや、やっぱプロだなと思って。ちなみに、僕もやってみていいですか？僕もやってみていいですか？みんな花火ちょうだい。やっぱダメですね、僕は。
やっぱジェダイさんのやり方じゃないとダメなんですよ。これ、はい。俺、他の配信者に、はい。こう、因縁をつけるみたいなやつだとさらに上がりますよ。なるほど、なるこのほわど。ざインてめえ、ベ、この野要郎っていは、う。うん。なあ、るほほら、ど。上がったじゃないですか。ありがとうございます。花火ありがとうございます。ありがとうございます。でも、やっぱ大花火ではなかったですから、やっぱ半額の雨主ですよ。ジェダイさんの。そうです。ジェダイさんは大花火。僕は花火ですから、負けですよ、僕の。そうですか。そうです、これは。これはそうです。でも、はい。花火とね、はい。大花火って、はい。言うて2000円と1000円じゃないですか。いやー、でかいですよ。倍ですいや、から。でかくないですよ。だって、ここにいる、はい。ね、だって今何人？ 300 人超えちゃったよ。300人もの、ね、リスナーさんがいる中で、俺と和道さんってあんまコラボしないわけじゃないですか。なかなか珍しい組み合わせですよね。で、なんだろうな。まあ、レアなケースなのに、ね、その話に対しての評価が、たかだか3000分ぐらいしかないってことですよ。煽りね。ますね。いやいや、煽ってないですよ。これ事実じゃん、だって。ね。だったら、おめえら落ちろよ。でも俺が上がった時よりもちょっと閲覧上がってるよね。その矛盾をお前たち証明しろよって。面白いと思ってるから閲覧が増えてるんでしょって。だって、じゃあ基本的にはリスナーを煽っていくスタイルなんですか？いや、誰でも煽ります。あ、ただ運営さんにだけは弱いですね。なるほど、なるほど。運営だけは終わらない。さ、煽らないはずです。ああ、なるほど。だって、ふわっちの運営さん、すごい親身に、そうですね。きちっとこういう理由で、バンにしましたよ。配信停止しましたよって言ってくれるじゃないですか。そうですね。それがね、非常に好感が持てるんですね、僕ね。僕も同意見です。ね。お前、だってさ、逆に言ったらさ、和道さんリスナーからしてみたらだよ。ね。和道さんの配信ってそんなに価値がないのって俺言いたいんだけど。まあ、ないんでしょうね、多分。閲覧いはや、多あいけるでしど、ょ。いや、閲覧は見てやるけど、別にアイテム投げる価値はねえっていうのが、多分、まあ、評価ですよね。そんな生半可な気持ちで和藤さんやってんの？いや、僕はもう、本当必死でやってますよ。ただ、リスナーの気分は、まあ、金はいっかみたいな感じじゃないですか。無料アイテムはあげるみたいな。俺、そういうリスナーさん一人もいらないんだけど。そうなんですか。なんだ、家事の合間にラジオ感覚で聞くなんて、そういうリスナーさん求めてないんだ僕ほとんどそうっすよ。もう主婦勢ばっかりっすよ。よね。あ、そっかそっか。洗濯じゃ物今、終わったよって言ってきますから。そっかそっか。こういう配信してても、今なんて言ったみたいな。そんなノリなんだ。そうです。そういうノリっすね。でも、それもいいね。まったりしててさ、そうっすね。まったりっすね。ね。俺はね、なんかね、こう、怒りだとか、笑いだとか、なんかしらのこう、自分の中のテンションがないとね、配信が成り立たないんですよ。すぐ飽きちゃってね、ああ、もうつまんねえって、自分がなっちゃうんですよね。ただ、和道さんの配信をこう、音声だけで流しながら何かをする。で、読書しながらでもいいっすよ、大げさに言ったら。でも、そういう枠もあっていいよね。そうですね。まあ、わかりました。なんとなく、俺がね、YouTube ライブっていうものに、こういうふうに思ってるんだけどって言ったところで、まあ、なんとなくのね、もうちょっと YouTube には勝てないですよ。だって、金払ってる会社、決済システム持ってる会社を Google が保有してるんですもん。無理っすよ。金無理で融とすかね。も持ってるし、ベンチャーが YouTube の割合には勝てないっす。だから YouTube が7割って判断したんだったら、マックス7割で、ふわっちがどこまで近づけるかって話になると思いますよ。なるほどね。わかりました。また、ちょっと喧嘩を売る材料を見つけて上がってきますんで。なんで喧嘩する前提なんですか？ね、喧嘩を売ると多分和道さん喜ぶんですよ。いや、嫌ですよ。僕、なジぜェなダらイばさんと和道喧嘩さんしたのから。花火が上がるからですよ。ほ う。俺に徹底的に痛めつけられる和道さんを見て、いいぞいいぞ、ジェダイもっとやれっていうやつもいるし、いますね。ね、和道さん頑張って耐えてって、私ああ、がいい。応援してるからねっていうような心情になるから、どちらも花火が上がるんですなるほど。
今日は仲良くしちゃうと大した花火が上がらないから、今度はきちんと喧嘩売りに来ました。喧嘩売りに、ああじゃあ、はい、その時は買います。はい、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい、失礼します。ジェダイさん、いい声だな。思ってたよりもなんかいい声だよね。なんか声いいのずるいわ。はいどうも、うん、よくわかってるね。まあ実際ねマンスリー高いからね、ジェダイさんはね。アイテム上がってますよ。おはよう、ゆうこさんいらっしゃい。おはよう。ありがとうございます、花火。ありがとうございます。大花火と花火ありがとうございます。うん、ジェダイさんが不思議なのが、なんかね、多分なんだけど、ジェダイさんのマイルールにリスナーがついていってないっていう感じだね。俺の印象。マイルールが複雑すぎるの。ジェダイさんの。なんかね、こじらせてる感じがすごいある。でもまあまあまあコアなファンがいるから、うん、こじらせてるよねちょっとね、ジェダイさん。ありがとうございます、ハートありがとうございます。ジェダイさん、いやこじらせてるでしょあの人。なんかすげえややこしいめんどくさい人みたいな扱いになってる。うん、長い人。いや俺捨て頃でジェダイさんが弾きつまみ出されてるの見て爆笑したけどね。300人大爆笑してたのね。あ、たった今不審者が現れたのでつまみ出しましたっつって、免除さんに誰って聞いたらジェダイだよとか言ってあれ笑ったけど、あれすっげえ面白かったもん。いやあれ会場で大爆笑起こってたからね。たった今つまみ出された不審者がいますっつって、誰誰誰ってなったけど、アナウンスではジェダイさんって言われなくて、で楽屋に弁護さんが帰ってきて、誰だったのあれっつったら、ジェダイだよとか言って、つまみ出してやったわとか言ってみんなで大爆笑だったもん楽屋で。うわジェダイさんっぽいなとか言って、笑うよね。ステコロ2もつまみ出されてほしいこれ振りだからね、うん、これは振りだから。毎年つまみ出されるっていうポジション。あー猫助さんありがとう、花火ありがとう。いやジェダイさんは期待に応えてくれますよ。毎回つまみ出されてもらうっていう。ありがとう。いやマジマジ意外と知らないんだよね。そう、いや美味しいっていうか、もうなんか爆笑だったよ本当に。会場でドカンって一番でかい笑い起こったかんね。いや弁護さんに言わなきゃっつうか、弁護さんは多分待ってると思う。あのジェダイさんが弾き出されるキャラとしてもう毎年恒例みたいな。投げたい気分の時にアイテム投げるのがリスナーで、リスナーも生活あるからバンバン毎日投げるの無理がある。あ、それはね本当にそう。俺がね言ってんのは、あの花火投げてほしいとかじゃなくて、あの1ヶ月に1回でいいから、どんな貧乏でもポケットに100円入ってんだよ。生活保護者でもポケットに100円ぐらいあんので、1ヶ月俺のことヘビーで見てて、ヘビーで見ててだよ、で缶ジュースよりも価値がないって言うんだったらどうなのよっていう。俺絶対コカ・コーラ1本分より頑張るから頼むぜって言ってる。もう本当に風船とかハートとかバーガーだけでだいぶ助かるから。うん。みーさん、みーさん初見です、ジェダイさんコラボ、ああありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。ジェダイさんとまだ一回も会ったことないんだよね。うん、スポンサーチケット持ってるんだ。ダメだな、今回つまみ出されない気でいるな。つまみ出されないで普通に2を見学しようとしてるな。ダメだな、美味しいのに。いいじゃないですか、スポンサーチケット持ってるわけじゃないですか。だったらリング上がっちゃいましょうよ。
第2試合ってやってる時ざわつかせましょうよ。リングにインして SP につまみ出される。最終試合とかでやればいいんじゃないですか。最後絶対つまみ出されましょうよ、お約束。まあね、見たいっていう部分あると思うんで。あ、あれじゃないですか、なんか閉会式とかで勝手にリング上がってつまみ出されればいいんじゃないですか、エンディングで。 それだったら美味しいっすよ。閲覧が集まってて、お約束のジェダイさんがつまみ出されるコーナー。SP にがんじがらめにされるっていう。おはようございます。ありがとうございますね、コスケさん。花火ありがとうございます。いやいや、前回つまみ出されたんだよ。 前回つまみ出されたんだよ。大爆笑だったよ、会場。多分ジェダイさんは知らないんだよ。ジェダイさんはだってつまみ出されてる側だから知らないと思うんだけど、会場内は大爆笑だったよ。誰誰誰みたいになってて、楽屋も大爆笑だったもんな。よいしょ。もしもしももーし。し。もしももしし。もーし。初めまし初めて。まして。和道で和す。道です。元気で元す。気です。僕は僕もうすはぐもうすぐ32歳になりま32歳す。になります。頑張ってま頑す。張ってます。こんにちは。こんにちは。頑張ってます頑張っよ、てます東よ、京で。東京で。聞こえてます聞こか？えてますか？東京が好き東にな京りが好そうきでになすれよ。そうですよ。聞こえてま聞す？こえてます。ありがとうございあまりす。がとうございます。大嫌いだっ大た嫌新いだっ宿た新が、宿が、なんか好きになっなんてかき好ましきにた。なってきました。いっぱいいっのリスぱナーいさんのにリ愛スさナーれさてんにま愛す。されてます。ステゴロもステ頑ゴロ張りもま頑す。張ります。以上です。以上です。ありがとうございました。何なんだよ。わかんねえわ。満喫はいらっしゃい。いや、多分満足したんでしょ。ポさんは満足したんだ。わ、伝わったんだろうね、多分。いや、わかんない。いろんな配信スタイルがあるから、わかんないっす。何これって言われる。前枠より潜水。ジェダイさんのディスやめて。前の人より良かったっていう遠回しなジェダイさんディスやめてくんない？肉まんありがとう。傷つくから、ジェダイさんが。俺ね、多分なんだけど、ジェダイさんってポテンシャル高いんだよ。あのね、正直言うとね、ドレさんの手前ぐらいの閲覧に伸びてもおかしくない人なんだけど、あのね、ジェダイさんってまだ自分のキャラクター掴んでないところあると思ってて、俺ね、ジェダイさんはね、ちょっと噛み合ってないだけだと思うよ、正直。なんか、ちょっとっていうか、異常に噛み合ってないっていうか、
なんかね、リスナーさんが求めてることと本人がやりたいことのギャップがすごいあるタイプだと思ってる。だからそれが噛み合った時ね、あの人すごい行くと思うよ。ジェダイさんは。ありがとうございます。ハートありがとう。うん、難しいんだよな。うん。ああ、いいね。あの配信論ね。うん。いや、だからね、もっとシュールな感じだと思うんだけどね。うん、ああ、大道芸人だと思ってるっていうかね、芸能人とかお笑い芸人って意味じゃないんだけど、広い意味の芸人だと思ってるかな。うんうん、ああ、変なプライドがある。その変なプライドを笑いの方に持ってったらすげえぶっぱねると思うけどね。あのね、俺がジェダイさんのすげえツボなところは、あのドレさんに絡む時になぜかあの極道の世界のキャラクターを持ち出すのがすっげえツボなの、俺の中で。なんかドレさんと絡む時はなぜか知んないけど、なんかあのヤクザものの映画みたいなキャラクターで上がってくるじゃん。あれがすっごいツボなんだよね、俺の中で。このキャラ何って全員なるっていう。で、本人だけ役にめちゃめちゃ入り込んでるっていうか、わかる？あのシュールさっていうか、本人だけはもう銀幕俳優なんだよ。でも周りはキャラつかめてないの。あれがすごい好きなんだよね、俺。何この世界観みたいな。あれ不思議だよな。最後の10代女だし、いや配信面白いよね。あ、隠れて応援してくれる。あのたまに言うんだけど、陰ながら応援しますとかあの言う人いるけど、表来いよ。陰ながらじゃねえよ。お前らが影に隠れてるせいで俺は叩かれてるんだよ。あのさ、応援するんだったら応援してくれよ。アンチが多すぎるんだよ。なぜ君たちは影ながらっつって何年経つんだよ。何年影に居続けるんだよ。多すぎるんだって影のやつが。頼むよ、前に来い。もっと影から応援しちゃダメ。応援は表でやろう。そうそうそう、アウトローに憧れてるよね。そうそう、なんかね、そのね、アウトローに憧れてる感が俺はすごい結構好きなんだよね。なんかそのなんだろう、そう、笑いに走るにはそうなんだよね。で、だけどそのなんだろう、そこがうまくはまってもっとそっち側に行ったら跳ねそうな気がするんだよね。もう徹底してもうずっとアウトローをやり続けるっていうのは大事だと思うんだよね。影に一緒に叩かれるの嫌だ。自分で言うの？ポさん自分で言うの？自分に3つけんの？すげえ。バーガー、ガーターベルト。ああ。なんだろうな、ジェダイさんって不思議だよな。なんか結構、その、あ、なんだろう、顔の感じとか渋くていい感じなんだけどね。ありがとうございます。バーガーありがとう。ラブレター渡せない女の子かよって思わない？思わない？陰ながら応援してますって言われてもね、周りの女の子言ってるって、勇気出してって、頑張ろうよって、さ
最後だから、最後だから、もう卒業式だから、渡せない、渡そうよって俺言われてるの、そういうモヤモヤ感なの。元気出そうよ、わかる？俺それだよ、ずっと。ありがとうございます。無料のアイテムぜひお願いします。三国志と肉まんください、よろしくお願いします。でもジェダイさんいつか吹きそうな気がするけどな、なんか予感があるね、パチーンっていきそうな気がする、ぶっぱねそうな気がする。ハートありがとう、タケさん、猫助さん、肉まんありがとうございます。なんか新しいことやりてえな。飯食いに行こう。なんで最近コラボなのか。なんでか知らないけど、スカイプとか LINE の凸は上がってこないけど、多分ね、手軽さだと思うの。枠見てる時にポッてボタンをスマホを押すだけで上がれるから、手軽さっていうのがハードルだっていうのに気づいて、なんかリスナーさんとは絡みたいし、いろんな意見聞いてみたいっていうのは前からあったけど、なんでか知んないけど LINE の方が音質がいいのに、 LINE だとみんなリスクがあるとかわけのわかんないこと言い出すの。凸に上がると緊張しますとか、リスクがあるっていう謎の文言を出すのね。うん。なんかもう、ね、あの、リスク中を意味がわかんないのがさ、スマホから見てたらだって凸上がれるよ、ピッて押したら。なんか早いのよ。手軽なのが大事なんだよ。なんかさ、もうさ、配信始めるのリスクありませんか？花火もらうのリスクありませんか？もうね、この人たちと会話してみたいの。もうじゃあなんならお前が言う論理で言ったら、配信見るのもリスクだわ。うん。もう何でもリスクだわって。その思考で言ったら。生きてるだけでリスクだわって。うん。部屋の中にいるのってリスクですよねって言われてる感覚だから。イヤホンしたら上がれるよ。うん。だからもうリスクがよくわかんないんだよね。なんかもうわかんない。リスク、リスク。あ、まあまあ、そうだろうね。うん、宣伝活動というか、こういう活動をやってますよっていう。まあ、売名って言われても、俺は売名大歓迎だから。売名全然 OK ですよ。うん。リスキーズだよね。サムネは自分のサムネ。やってみればいいんじゃない？やってみたらわかるぞ。やってみれば。経験だよ、何事も。プラズマクラスターもらって、もう一週間ぐらい経つんだよ。で、花粉も痛いし、もう完全なのよ。タバコの煙を文鳥に与えられないし。ミースケからもらったんだけど、なぜか知んないけど、開封してないっていう。来年開けようかな。いや、これ超嬉しいんだよ。プラズマクラスター。プラズマクラスター送られてくんだぜ。あれから寝てないって、あれから？あれからのあれが、よいこさんのあれと、俺のあれがわからない。よいこさんが考えてるあれが何を指すのかわかんないよね。よいこさんにとってのあれって何？
俺にとってのあれと良い子さんにとってのあれが食い違ってる可能性あるから、まずあれからよろしく。うん、なんだいあれっていうのは最後のオナニーからかな。じゃあ昨日から寝てないのでいいじゃん、うん、不器用だからうまくいかないかもだけど話したことないけどやってみていいの？いや、いいんじゃない？やってみるのは大事じゃない？何でもかんでもやってみることは大事だと思うよ、うん、いいよ別に。いや、ただカズのキャラクターは絶対ウケると思うけどね、うん、昨晩要は27時間寝て起きました。で、起きてからずっと放送9時間やってますね。いいよ、上がって。もう残り9分だからちょうどいいんじゃん。ちょうどいいと思うよ。エンディングで。最後の突射。ラスト突。飯食いに行くわ、俺。さすがやなって言われる本心ですねあれってなんだよっていう、うん、どうぞーとつ。スマホにイヤホンつけてスマホでそのまま申請押せばいいだけ。あ、もしかしてカズはリスクを感じているんだね。わかるよ、トツをとコラボボタンはリスクだって考えてるんだね。そうだろう？そうなんだろう？リスクだよ。なんだろうね。トツかけるっていうか、別に普通に電話する感覚。なんだろうね。配信。なんかリスナーさんほどね、配信に上がるの抵抗あったりするんだよね。うん、ありがとうございます。結局上がんないの なんだろうね。なんか普通に電話する感覚でいいんじゃないと思うけど、なんか普段と喋り方変わったりするんだよね。まあ、なんかあるんだろうな。よく言われる緊張しますの意味もわかんないし、ね、なんで配信者と話すのに緊張するんだよっていう。住所特定なんて相当じゃないとやらない？いや、俺ツイッターに住所書いてるもん。あ、そうなんだ。そっかそっか。ライブ用インストールしておけばいいよ。じゃあ今度上がるとき用に、気分で上がれるとき用に。ちょっとめんどくさいのかもね。なるほど、じゃあ今度で。いや、うえ、あ、なんつうんだろう、演者とかないと思うよ。配信で、配信で演者とかないと思う。そんなにね、高等なものじゃないよ。見てる側が勝手にハードル上げてるだけだよ。LINE はいいや。設定がめんどくさい、うん。LINE はいいや。そうなんだよね。目的ない一つは苦しいんだよね。すごく苦しいよね。わかる。うん、もっと気軽に、気軽でいいんじゃないのかな。何食おっかな。のんちゃんとなんか食いに行こう。何がいいかな。ラーメン。いや、どうだろうね。わかんねえわ。邪魔になるかどうかわかんねえ。シャイだから。ああ。
そうか、分かったわ、シャイか。ていうかみんなこれいいねボタンとリツイートしてよ、みんなお願いだから。このさ URL さ、いいねボタンとさリツイート頼むよ。なんか配信者が見てくれたら、もしかしたらさあ、俺バンドやりたいっていう人いるかもしれないから、ちょっといいねボタンとよろしくね。頼むよ、みんな力貸してね。もしもーし。もしもーし。放送の音切れます。切れます。ポさん、ポさん、放送の音回ってるんですよ。放送の音回ってるんですよ。あ、大丈夫ですね。ポさん、喋らない感じですか？ポさんは今日は。ポさん、うん。ポさんどうですか？ポさん。ポさん、うん、うん、なんやって、そうね、ポさん、オッケー、じゃあラストですよ。ありがとうございますね、ポーさん。終わりです。もう。ポーさん、ちょっと欲張っちゃいましたね。ちょっと。一回目、欲張っちゃいましたね、ちょっと。ありがとうございました。じゃあ、落ちまーす。みんな無料アイテムたくさんありがとう。花火とかパフェとかありがとね。カズの代わりにトツありがとね、ポーさん。うん、じゃあ終わりにします。お疲れ様です。みんなありがとう。ポーさんもありがとね。落とすよ。じゃあ皆さんツイッターフォローよろしくお願いします。こちらがツイッターです。ありがとうございました。お疲れ様です。ポさんありがとね。ツイッターフォローよろしくね。今ツイッター URL 貼ったから、みんな見に行っていいねボタン押してフォローしてね。ありがとうございました。おつで。